我々はその日本帝国主義者の子孫であり、三菱は一貫して日帝中枢として機能し、今回のダイヤモンド作戦は日帝の侵略企業植民者に対する攻撃である。日帝の政治経済の中枢部を徐々に侵食し破壊する東アジア反日武装戦線。彼らが言ってたのは日本の戦争責任、企業爆破をしたわけですよね。感覚を持っている人だということにやっぱりある種のこうショックを受けたというか、我々に課されているのは日程を打倒する戦いを開始することである。誰もが罪がないという感じで戦後をスタートさせてしまった無責任社会というか、この日本で生きている私たちはどうすれば伝えることができるのか。